ジャントットは、フランスのカンタル県、ピエール・ホール出身の自動車技術者、ナビゲーター。国際自動車連盟の9代目会長。プジョーの世界ラリー選手権及び、スポーツカー世界選手権チームで、またスクーデリア・フェラーリの F1 チームで監督を務め、いずれも、世界チャンピオンを獲得した。1973年、アルピーヌルノー時代のトット父親のミニクーパー S を、 勝って、友人と乗り回したのが、モータースポーツキャリアの始まりである。それから、数々のラリーレースで様々な役どころを演じるようになり、自分の力が向いている方向を見定めて、あとは、ドライバーの補佐をする小ドライバーに専念し、1972年には、日産ワークスチームの小ドライバーとして、モンテカルロラリーに出場し、ラウノアルトーネンとのコンビで240ゼト 総合3位に導いている。また、翌1973年は、チームトヨタ・アンダーソンで、オベ・アンダーソンと組んだ。その後、1981年までプジョーのラリーチームに、身を置き、WRC への参戦を続けた。原始トロエンレーシング監督のギフレクランと組んだ1981年シーズンには、シリーズ2位を獲得している。子ドライバーを引退した後も、 チームは運営部門のスタッフとしてトットがチームに留まることを望んだため、レース部門のマネージャーに就任、1982年から WRC の車体デザイン部門の組織構築を委ねられた。出足は鈍かったが、1984年に投入された、プジョー 205T16 が1985年になって初のタイトルを獲得すると、 翌年も連覇を達成し、トットによって組織されたデザイン部門から生まれた車体は選手権の支配に成功した。プジョーはパリダカル、ラリー、ヒルクライムを経てスポーツカー世界選手権へ進出。トットは監督としてチームを率いて1992年、1993年のルマン24時間レースを連覇するなど大いに活躍し、ナポレオン、 優勝を受け負い人と称されていた。この頃からトッドは、イ1での仕事を望んでいたが、当時のプジョは、イ1への進出を決めかねていた。フェラーリの社長である、ルカディ・モンテゼ・モロは、1991年から、タイトル争いにも加われず、おまけに一生もできずに低迷していた、スクルデリア・フェラーリの復活のため、チームマネジメントからの改革を必要と考えた。 モンテゼもウロワタカテゴリーではあるが、実績を残しているトットの仕事ぶりを高く評価し、チームマネージャーへ昇平した。トットも会一で働きたい意欲があったのでオファーを受けたが、長期的な計画でチームの復活を図る必要を訴え、当時としては異例の5年契約で加入した。1993年フランス GP から現場に合流したトットは、 チームリソースの現状を分析しながら内部改革や必要な人材確保を徐々に実行し始める。1994年ドイツ GP でゲルハルトベルガーが1995年カナダ GP でジャン・アレジがそれぞれ優勝したが、その一方でチーム復活に向け当時唯一の現役ワールドチャンピオンであったベネトンのミハエル・シューマッハと交渉を始め、 ドライバーラインナップの一新を図っていた。そして1996年からシューマッハとナンバーにドライバーとしてジョーダンからエディアーバインを加入させた。また、技術陣もそれまでのジョン・バーナードやグスタフ・ブルナーの代わりにベネトンのテクニカルディレクターであるロス・ブラウンとチーフデザイナーのロリー・バーンらを引き抜いた。この体制は2000年にはトット、シューマッハ、ブラウン、バーン、 パオロ・マルティネ・リラのいずれかがチームから離脱した場合、即座に他の人物も契約を解除できるようになっていると報道されるほどの結束となっていった。2001年スペイン GP この強力なメンバーによりチームは劇的に強化されスクーデリア・フェラーリは1997年から毎シーズンタイトル争いに絡むようになり、1999年から2004年まで コンストラクターズタイトルを6連覇、シューマッハも2000年から2004年までドライバーズタイトルを5連覇し、ドライバーズとコンストラクターズのダブルタイトルを5年間放置し続けた。チーム内では、シューマッハの絶対ナンバー1体制を敷き、勝利のためには時に非常な采配を取った。2002年オーストリア GP では、ルーベンス・バリチェロに勝利を譲らせる、チームオーダーを命じた。 エースでの活躍以外でも、トッドはラツワンぶりを発揮していた。セールスマンとして、フェラーリーロードカーの売り上げにも貢献し、各種イベントやパーティーで顧客に直接契約を持ちかける姿が見られた。特に受注が芳しくなかった612スカリエッティを、撹拌した。トッドは、モンテゼーモロと共に、スクーデリアフェラーリの復活の立役者であり、チームの成績だけでなく、 フェラーリ本社の業績も上がり、エンツオ・フェラーリ死後において、初めて黄金時代を享受することとなった。モンテゼーモロが2004年に、フェラーリを傘下に収めているフィアットの会長に就任し、フェラーリ本社の会長も兼務していたが、モンテゼーモロの兼務による、負担削減とトットの記述の実績も評価され、2006年に、フェラーリ本社の CEO に就任した。それ以前は、 FIA 会長、マックス・モズレーの引退に関連し、トッドが FIA の役員選挙に立候補するのではないかと噂されていたことがあり、当のモズレー自身、トッドなら会長としても申し分ないだろうという趣旨のコメントを発していた。一方でこの頃から、モンテゼーモロの承認を得ずに契約をすることが多々あり、両者の不仲説がささやかれていた。その一例として、 2007年10月16日にフェリペ・マッサの2008年末までの契約を2010年末まで2年間延長することを発表したことが挙げられる。この背景にマッサのマネージャーがトッドの息子であるニコラス・トッドであるためトッド自身をチームに残留させるかマッサを契約延長させるか交換条件を提示した。さらにモンテゼ・モロが フェルナンド・アロンソとの契約を構想していたが、トッドは、アロンソとは不仲であるから、上記の自由に加えて契約させないための方法であったと報道された。2008年3月18日に、フェラーリ本社の CEO とスクーデリア・フェラーリ代表を、知りいた。その後は、FIA、WMSC における、フェラーリの代表を務め、GT カーレース、 スポーツマネージメントを担っていたが、2009年3月に、フェラーリにおけるすべての役職を退いた。2009年7月、マックス・モズレーの引退表明に伴い、モズレーの指示を受けて、FIA 会長選挙に立候補。対立候補のアルバタネを大差で破り、10月23日に FIA 会長に選出された。会長選出の経緯から、モズレーの陰性を警戒する向きもあったが、 放ったとの関係では、モズレーのような強行路線は取らず、対話路線の舵取りを続けている。一方で、2011年のバーレーン、GP 開催問題では迅速な対応を取らず、リーダーシップ不足と批判された。2013年12月の FIA 会長選挙では、有力な対抗馬が現れず、立候補がトットのみとなったため再選された。 2017年の FIA 会長選挙でも他に立候補者がなく参戦されたが FIA の規定で会長を連続して務めるのは3期までとされているため2021年に退任することになる予定とっとと見せるようありがとうございます